これまでの自民党の政治家で大衆人気があって決断力があったという小泉さんとかですね、あとは中曽根さんと同じようにいい首相じゃないっていう判断が後世下されると思いますよって言ったんですよね。ただポピュリズム、いわゆる人気があってダメな政治家っていうのをどう止めていいのか全く分からないわけですよ。で、多分国の人らはこんなやり方で日本政府が潰れたら持っている日本円の価値はゼロにまで暴落していって国際価値がなくなって困るのは皆さん方ですよというような嘘みたいなことを山ほど言うはずやけども、ベースとして日本がこれから人口が減る、年寄りが多くなるということを含めたら国全体の世論がおそらく保守の方へ大きく流れていくのか、これはもうね多分止めようもないと思うんだ。オタキックスチャンネル、今回は自民党政治とこれから日本に待ち受ける政治的課題について岡田斗司夫さんが語ります。視聴者の皆さん、そして政治家の皆さん、よくご覧になってください。集団的自衛権についてどう思う？なんでこんな俺に向いてないことばかり聞くんだろうね。集団的自衛権ね、あのね、みんな安倍政権そんなに好きなんですね。いやもうちょっと今ちょっと踏み込んで話してみますけども、 Facebook とかでですね、まあ俺から見てみたら自民党も安倍政権もダメに決まってるんですよ。でなんでかっていうと、民主党がなんだろう、原発政策で失敗したみたいによくニュースとかでですね、あとなんだろうな、世論調査とかでは出てくるんだけど、そうじゃないでしょと。戦後日本の原発政策をやって、で原発をバン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 作ってですね、日本をダメにしたのはそれはもう自民党に決まってるわけですよね。で安倍さんが前総理だった時もその方式でやってたわけだからダメに決まってるんですよ。それが菅直人民主政権の時にたまたま事故が起こって、菅直人はあの時の首相としては個人的なミスはあったかも分かんないんだけども、かなり強引に原発事故を収束させたと僕は思ってるんですよね。それはなんか100点じゃないですよ。でも僕は多分日本の首相としてあの時に原発事故が起こった時にやるべき正しいことを全部やった100点ではなくて、間違ったこととかやっちゃダメなこともいっぱいあったけども、70点以上は絶対上げれると思うんですよ。だあの時にもし、なんだろうな、安倍首相 だったとしたらもっとひどいことになってただろうと僕は思ってますから、のは自民党ですから。でですね、でその菅直人の時にですね、原発事故が起こった、でその時のトラブル云々で民主党ブームが終わって、民主党が下ろされて、で次自民党だと。で次自民党ということは、自民党はもう民主党がやったことに対してアンチアンチアンチを繰り返すだけで、それだけでなんかこう国民の世論をなんかこう得たような感じになってくるというふうに僕は考えてるんですね、見てると。なので今 あのアベノミクスの経済政策にしても何にしても、何でしょうね、特に優秀というわけではなく、それしかないだろうなと思いながらも、本質的な例えばそのなんだろうな、相続税どうするのかとかですね、消費税 こんなに上げちゃって大丈夫とかですね、日本の富裕層とあと社会的弱者の階級問題とかの全然これ解決する手段になってないぞとかですね、そういうの置いといて、とりあえず何でしょうね、楽しそうなこと、こんなに外遊したとかですね、こんなことを言ったっていうようなことをバンバン言うだけの政治家だから、ああこの人はまあいわゆる10年後100年後ぐらいからはひどい、評価なんだろうなっていうふうに僕は思ってるんですね。でそれこの間関西の 番組に出た時に、ちょっと関西の朝の番組に出る時に僕それをパッと言っちゃったんですよね。明らかにテレビ的にはこれアゲンストなんですよ。今の別に安倍さんの批判しちゃいけないわけでも何でもないんですけども、視聴者の大部分は安倍政権に関して肯定的だっていうのは世論調査で出てるわけですね。だから言っちゃダメなんてことはテレビの人は言わないんですよ。だから岡田さん、それと違うことを言うときはかなり説明するようにしてくださいって言われたんですね。で僕はその時に話したのは、いやあの安倍さんっていうのは多分それまでの自民党の政治家で大衆人気があって決断力があったという小泉さんとかですね、あとは中曽根さんと同じようにいい首相じゃないっていう判断が後世下されると思いますよって言ったんですよね。小泉さんや中曽根さんがいい政治家じゃないかどうかというのはまだ結論出てないんですよ。ただ僕はああなんかあの時に国民全体に乗せていろいろやったけども、あんまりろくなことにならなかったなと僕は思ってるんですね。で同じように安倍さんもなるだろうなと思ってそれ話したんですよ。だからそしたらもうそこでもうこうちょっと CM にバッと切り替わった。で切り替わった瞬間に前の席に座ってた
政治評論やってる人が3人ぐらいいるんですね。経済とかやってる先生がですね、まあ、今名前言いませんけど、一斉に振り返って岡田さんの言う通りだと思いますけれども本当にその通りなんですけどって言って、けどって言ってこっち向いたらもうはいまた番組始まりと、生放送だから展開めっちゃ早いつまりなんかそのみんな本当はそれ分かってんですよね、安倍政治がダメだっていうことは。ただポピュリズム、いわゆる人気があってダメな政治家っていうのをどう止めていいのか全く分からないわけですよ。で普通の批判しててもただ単にネトウヨの人たちというよりは頑張れ日本の人たちがもう文句言ってくるわけですよ。男性10代昭和の古代進さん、変なペンネームだな。私は隠れ右翼です。ほう、隠れ右翼ですか。子供の頃旧日本軍の海軍の海兵さんだった曽祖父からひいおじいさんから、大戦時の自慢話をよく聞かせてもらっていました。血縁者のひいおじいさんの現実的で生々しい戦闘体験を聞いていた私は岡田斗司夫ファンではあるのですが、カンコレ等のものが大嫌いと、命を懸けて祖国のために戦ってくださった英霊たちを踏みにじるようにあんな小娘どもに大砲をつけてブヒブヒ言ってる連中とか、あと授業や映画でまるで日本が気が狂って汚い先制攻撃を仕掛けて原爆や空襲は戦争だからしょうがないなんてことを言われるとなんだかなと思ってしまいます。政治もアメリカ中国ロシアに頭下げっぱなしで、経済も壊滅状態、若者は愛国心のかけらもなく自分のことしか考えていない、時代錯誤も甚だしいとは思いますが、日本国民が一丸となることはもうないのでしょうか。この思想はやはり、この私の思想はやはり切り捨てるべきでしょうかということですね。隠れ右翼の昭和の古代進さん、男性10代ですね。まず僕の方から思うのはですね、隠れ右翼、つまりまあ何だろうな、国家を愛するものというふうに解釈しましょうか。だったらですね、もうちょっと美しい日本語を書いていただきたいんですけど、これ僕今割と省略して読んだんですけども、なんか日本語がちょっとあまり綺麗じゃないんですね。だからまず身だしなみを整えないとですね、右翼の書く日本語はやっぱこんなんかというふうに思われるので、ちょっと気をつけてください。この思想に別に僕は賛成も反対もしないんですけども、ただ言えるのはですね、国民が一丸となるっていうのはどういうことかっていうと、国家の非常時だからなんですね。古福劇場っていう中国のことわざが4文字熟語があるじゃないですか。古福劇場って、まあ、後で自分で調べてください。つまり国の王がですね、この国はうまくまとめられてるんだろうかというふうに心配になって、古代中国ですね。で城の外の城下町で話を聞いてみた。そうすると王様が素晴らしい人で、この国はうまくいってますというふうに王を称えた。そうかそうかと安心したんだけど、心配になって城下町を出て田舎に行ったと。田舎の村で聞いてみたら、いやなんかうまくいってるよ、まあ、本当にいい国だよっていうふうに国を褒めたたえた。だから最初の城下町で王を褒めたたえ、田舎にいたら国を褒めたたえた。そうかそうかと安心しかけたんですけども、それでも不安になってさらに田舎に行ったらですね、そしたらただ単に太ったおっさんがですね、鼻歌歌いながらポン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 ってお腹をたたいてる。古福ですね。つまりお腹で鼓を打ってる状態、ポン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 たたいてる。で劇場っていうのはこう鞭を持って駒をたたいてると、つまりこう回ってる駒を回した紐でこうパンパンパンとたたいてさらに駒を回してる。そこで、なんか毎日食べるものがあって楽しくて俺は歌ってるよと、こんな風に歌って駒を回してりゃ幸せだと。王様がなんだ、政治がなんだ、国がなんだ、そんなことは俺関係ない、ああ俺は楽しい楽しいっていう歌を歌ってるのを聞いて、王様は初めてそれで安心してですね、城に帰ったという話があるんですけども、これが正しい国家の状態というかですね、一番幸せな状態なんですね。国民が国のことを意識せず、国民が一丸になったりせずに、みんなが好き勝手なことをやりながらなんとなく楽しい状態っていうのが国家の理想状態なんです。それに比べてこの隠れ右翼のですね、昭和の古代進君が考えている、国民が国家のことを憂えて日本国民が一丸となっている状態というのは国家の非常時であって全然良くない状態なんですね。だから君が真の愛国者ならですね、愛国者なんか存在しない世界を望むべきなんですよ。消防士が望むのはみんなが
火事に対して警戒しまくってる世界ではなくて、火事っていうのがもう数十年なくて警戒心がほとんどゼロになってる状態っていうのが、実は消防士が望む理想の世界のはずなんです、ね、でもそうはいかないから、事前の策としてみんな火事とかに気をつけてください、火の始末をしてくださいっていうのが、まあ事前の策であってですね、日本国民が一丸となることはなくなる方がいいんですよね。まあそれが真実だと思います。消費税アップ前に何か買いましたか？いや、消費税アップって言っても 3% だからね。で、この間自民党の おっさんと話したら、やっぱ最終的には 15% 狙ってるらしいからさ、こんなもん別にタブーでも何でもないよね。もう将来 10% に上がるのが分かってる上での消費税値上げで、最終的には 15% に上げて、でなんで消費税上げるのかっていうと、まあ、15% になるか 20% になるか、ひょっとしたら 25% になるのか、まあ、微妙なんだよ。でこれなんでかっていうと、所得税とか法人税を下げようって考えてるわけだよな。当たり前なんだけども、税制度っていうのはさ、別に国民から巻き上げれば巻き上げるほど国が儲かって嬉しいって話じゃないんだよ。国っていうのは何かっていうと、経済が活性化してほしいわけだな。で経済が活性化するというのを、今の不況とか人口がだんだん減っていく中でどうやって経済を活性化させようという方法論がいろいろあると。お金持ちに優しい社会学って書いてあるけど、もうその通りで、所得税下げたいとか、あと法人税下げたいっていうのは、お金持ちに対してもうちょっと優遇したいわけだ、もしくは企業に対して。でなんでかというと、これも自衛手段で、結局金持ちとかさ、大企業、グローバル企業っていうのはその国を離れて生きていけるわけなんだよ。であまりに僕たちが所得税で累進課税とか金持ちから取るようなことをやっちゃうと、結局金ガバッと持ってる人たちが日本国以外の、例えばニュージーランドでもいいし、シンガポールでもいいし、そういうふうな国に行っちゃって、僕らのところの本来国の税金として納めるべきとか、もしくはそこら辺の商店街でお金を使ってくれるようなものが全て国外に逃げちゃうわけなんだよな。なのでどうにかしてお金持ちというか企業に対して今までよりは優遇、少なくとも今は日本の企業も日本の金持ちもまだなんとなく日本から離れにくいから日本にいるだけの理由であって、実は離れたくて離れたくてたまらないわけだ。だってもう現に Google とかさ、Apple とかはさ、いろんなところに本社みたいなものを置いてお金を払わないように してるとか、税金払わないようにしてるっていうのが G20 でも問題になってるぐらいで、もう国家よりそういう超国家企業群の方がパワーが強いわけなんだ。どうやって税金取っていいのか分かんないわけなんだよな。それがあるもんだから、所得税っていうのを、まあ、せめて諸外国並みに、法人税を諸外国並みにして、金持ちとか法人が逃げないようにした上で、消費税を上げることによって、消費税というのは結局お金たくさん使う人が、なんだろうな、税金を納めるんですから、そんなに貧乏人の負担にもならないだろう。でその分消費税とかを取る代わりに社会保障というのを立て直ししようっていうのが、おそらく自民党の長期的な考えだと僕は思うよ。でそこら辺で確認取ってたら、まあほぼそのラインだっていうのを、まあ政治家のおじさんたちも言うから、まあ本当か嘘か知らないよ。どれぐらい実は社会保障を厚くしようとしてるのかっていうのは、人によって、政治家によって考え方全然違うと思うけども、全くゼロにして庶民を見捨てようとする政治家なのか一人もいないんだよ。そんなことやっちゃったら一瞬いいかも分かんないんだけども、絶対に国自体がひっくり返っちゃうからね。なので、消費税な、増税前に何か買いましたかって言ったら、いや将来 20% か 25% になるから、まあ今更なっていうことと、あとはあんまり気にしないようにしてるね。電車賃とかそういうふうなものが変な値段になってきて、ちょっとややこしいからな。おいよ。じゃあ次、韓国の大統領が日米韓会議で不愛想について一言って書いてるんだけども、まあこういうのは新聞読めよってここら辺タブーないよ。タブーないっていうか、実際問題、韓国の大統領としてはそれは日本に対して愛想よくはできないだろうし、今愛想よくしちゃうと今の韓国の大統領の血筋っていうか、親戚関係の元偉い人がやっちゃったミスっていうのを認めることになるとか、いろんな事情があるというふうに新聞とか週刊誌に書いてるけど、おそらくその通りなんでしょうと思う。ここら辺のなんかね、中国韓国問題に関してはね、そのうちにちょっと話はしようかなと思ってんだよね。っていうのは、
なんかね、テレビとかに呼ばれて時々出て話とかするじゃない。そうすると中国とか韓国に関してどう考えるのかに関して、やっぱりこのタブーみたいなものがあるんだね。チャイナタブーとかコリアタブーみたいなものがあって、それは彼らはネトウヨっていうのが存在すると思ってるんだよな。俺実は存在しないと思ってるんだけども、ネットウヨっていうのが存在すると思ってて、ネットの人たちは熱くなりやすくて、そして中国とか韓国に関しては過剰に攻撃的で、ですぐに集まって、なんかこう中国とか韓国とかが言ってる矛盾とかそういうのを見つけて、わー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 騒ぎ出すと。そういうものがあるからこそ、マスコミっていうのは冷静で客観的でなければならないみたいなものがやっぱあるんだよね。もちろん過剰に騒ぎ出すバカっていうのはどこにでもいるんだけども、それは別にネットにだけいるんじゃなくて、ネットにもいるし、別に飲み屋にもいるし、マスコミにもいるし。ネトウヨっていう言葉が変なのは何でかっていうと、ネトウヨっていうのはネットの右翼じゃなくて、ネットで保守派でおまけにバカみたいなやつっていうのを指す言葉だと思うんだけども、このバカみたいなのが問題なだけなはずなんだよな。ネットであることに問題があるはずがない。右翼であることが問題であるはずがない。だって左翼も右翼もまあ同じようなもんなんだから。だから問題は何かというと、バカみたいな行動のことに問題があるのであって、そのバカみたいな行動っていうのは別に、繰り返しになるけど、放送局にもいるし、テレビ局にもいるし、新聞社にもいるんだ。なのでなんかね、マスコミの人たちが恐れてるというか、良くないと思ってるネトウヨっていう存在しない仮想的というのかな、存在しない日本の悪いものに対してちょっとね、気を使いすぎなところが、気を使いすぎというか反発しすぎなところがあるんで、そろそろ保守言論っていうのが大きく伸びる時代が来たんじゃないかなっていうふうに僕思ってるな。オリンピック近づいてるじゃん、国難、いわゆるその東日本 大震災みたいな国家の難儀みたいなものがあったら、ベースとして日本がこれから人口が減る、年寄りが多くなるということを含めたら、国全体の世論がおそらく保守の方へ大きく流れていくのか、これはもうね、多分止めようもないと思うんだ。じゃあそういうような時に言論人とか文化人って何をすべきなのかというと、それをとどめるじゃなくて、繰り返しになるんだけども、いい保守もあれば、いい右翼もあれば、悪い右翼もあると、いい左翼もあれば、悪い左翼もあると、バカな右翼もいればバカな左翼もいると、バカな天皇賛成もいればバカな天皇賛成もいると、同じなんだよ。バカの部分が悪いんだよ。なので言論人とか文化人がやるべきことっていうのは、これから日本が保守の方へガーッと舵取るんだったら、それに対してじゃあいい保守っていうのはどういうものなのかとか、頭が悪い保守にならないようにするっていう、そっちの方が仕事であって、無理やり保守化させてはいけないとかさ、右翼にしてはいけないっていう、なんか今のマスコミの人が思っているベクトルっていうのはなんか逆じゃないかなと思うんだよ。なんかそこら辺はなんかね、マスコミタブーみたいなものがあると思うよ。こんなもんだな。では次の質問お願いします。日銀が異次元緩和第2弾発表の件について、はあ、そもそも景気ってどうやって良くなると思いますか。また俺の不得意なジャンルだよなちょっと裏話っぽくなるんだけども、テレビとか出るじゃん。で前も話したと思うんだけども、やっぱ面白いのは CM に入った時とか、番組の V、 いわゆる VTR が流れてる時のお互いの話し合いなんだよ。要するに今の状態というのはどんなことなのかっていうと、日銀の緩和以前にアベノミクスっていうのをどのように捉えているのか、それはマスコミとかではなくて専門家筋がどういうふうに捉えているのかというと、アメリカの財務省自体が言ってるんだね。アメリカの財務省は10月半ばぐらいのアニュアルってやつで、日本の消費税引き上げによる歴史的逆行判断のせいで世界経済が今ちょっと危機に入ってるというふうに言っちゃったんだよね。まあ具体的に言うと財務省ちょっと怒ってるわけだよ。日本がそんな勝手なことして、とりあえずアベノミクスによるその経済効果っていうのは、アメリカ財務省から見たら完全に国内の人気取り政策であって、経済的にあんなもの無茶だと。それよりは世界経済というののリンクというのを見てみろと。いわゆるリーマンショックみたいな世界恐慌みたいなものがあと何回この世界経済が耐えれるのかよく分かってないんだよね。でそのうち来ると言われる中国バブルの崩壊も怖いんだけども、同時に日本のその消費税を引き上げることによる消費控え
ていうのがあるのはもう分かりきってるし、それによっていわゆるアベノミクスが成功しないと自民党政権が安定しないで、何よりも景気がいいんだっていう庶民感覚が出てこない、これによって経済が復興するというのがアベノミクスの一番の目的。これが一番の目的っていうのも専門家はなかなかね本音言ってくれないんだよ。本当に CM タイムでしか言ってくれないんだよ。あれ経済っていうのはいわゆる気分雰囲気で決まるから、アベノミクスが成功しているという雰囲気を出すのがすごく大事で、そのためにいろんな手を打っていると。だから本当に言えば安倍首相自体ももう実は消費税引き上げには反対なんだけどもやるしかないというふうな形で今進んでるんだけどというのはこんな話をしているところに、アメリカの財務省が日本何考えてたバカじゃないかと、世界恐慌もう一回起こす気かというのをやってるんだけども、さあところが今日本のそのテレビとか新聞っていうのは基本アベノミクス支持でないとできないと、っていうのは自民党安倍政権批判っていうふうに会社として方針を決めちゃった朝日新聞がものすげえ叩かれてる状態であるわけじゃん。じゃあいつ2番目に俺のところも叩かれるか分かんないっていうのがあるから、あーいやなんかアベノミクス正面切って叩くのはなというふうな雰囲気になってるというのもあって、だからアベノミクス政策が正しいかどうかといえば今の日本の経済を支えるには正しいんだ、そのことに関しては多分誰も異論がないんだ。でも世界経済の水準で見たらどういうふうなのかっていうと、短期的な利が出てもこれが本当に長期的ないわゆる消費マインドが伸びていって多少消費税が上がっていってもうまくつながって離陸できるという自民党の安倍さんの初期の読みが成功するとは徐々にアメリカはもうすでに考えなくなってきているっていう状態だと。あとはもうこれ個人個人でどういうふうに評価するのかなんだけども、俺もなんか僕自身経済に何にも詳しくないしさ全然わかんないんだけども、その番組中のコメンテーターの態度と CM に出た時のでもねっていうのを聞くと、これはしんどいんじゃねえかなと。だからよく最近言われるようになった消費税10% も上げるのを1年半ぐらい延期するって言ってんだけども、ああそういうふうになっていくの落としどころそこら辺かしかないかも分かんないなっていうのは考える。 15% っていうのはねないんじゃないかというふうに言ってるね言ってるね、誰が言ってるのかそろそろ言えなくなってくるんだけども、 15% まであり得ると言っとけば 10% まで国民納得してくれるだろうっていうふうに考えてる。そうだよ、なんで消費税上げるのっていうのはね、消費税上げるのに関してはもう消費税上げるというふうに法律で決まってんだ、それをいつ上げるのかと今延期してるだけでもう決まってるということであります。脱税はね、僕が語ろうと思ったテーマなんですけど、どんな話をするのか忘れてしまいましたね。いや、ほんまに忘れたんですよ。あ、なんかちょっと思い出してきた。一昨日、御堂筋大学っていうところで評価経済社会についての講演した時に、その後で懇親会があったんですよね。で、そこで懇親会の会場でいろいろ聞かれて、なんかこうでっかいテーブルがいて、僕の目の前に中国人の人がいた、まあ、日本語ペラペラの中国人の人がいて、その中国人の人がやたら推しが強くて持論をですね、バーッとこうやってこそうですよねって吹っかけてくるんですよね。僕は全然同意できへんかったんで、ああそうですかねって言ったんですけども、結局懇親会っていうのは僕がいろんなテーブルを回って そこのテーブルの人とお話しするやから、言い方なんですけど、まあ、ホステス的な役割ですよね。テーブルに行ったらそこのテーブルが4人やったら4人にまんべんなく話を聞いて回して、次のテーブルに行ったら8人やん、じゃあ1人 2,3 分かなと思いながらこうやるんですけども、そのテーブルはその目の前の中国の人がすごい厚かましくガンガン言ってくるから他の人がほとんど話されない状況だったんです。その人が政治をこれからどういうふうにすればいいのかっていうことで僕になんか議論を吹っかけてきたんですよね。そのね話題ちょっと僕申し訳ないですけど忘れてしまったんですけども、これからの介護の問題とは違うかな、これからの 介護とかあとなんか年金とかそういうの問題、これからどうなると思いますかと。これはなんかもう日本はこの辺全然問題だけでどうしようもないでしょうって、どういうふうにすればええんですかっていうふうに言うんですよね。その人は多分国を動かすことを考えるんですけども、僕はそういうふうなことを考えてもしゃあないなとついつい思ってしまうんで、あそうや、例えばその経済とかが日本はこれから少子化しかないと岡田先生おっしゃいますって、まあ、そうだって人口動態っていう人口がどういうふうに動くのかという過去データを見たら、このような形になった国っていうのはそのイギリスとかですね、その20世紀初頭のヨーロッパの北欧の国とか日本と同じような老人バランスが多くなった国って過去いくらでもあるんですよ。
で、そういう国がもう一回子供が増えて人口が増え出すにはやっぱ5、60年間の変換期が必要なんですよね。なので日本はこれからどんなことをしようともやっぱ5、60年ぐらいかかって人口が減っていってそこを打ってそこからもう一回上がるという道を筋を通るしかない。でもそんなことをしたら経済が発展しないじゃないですか。大問題じゃないですか。で、経済が発展しないとどうすればいいんですかというのを聞く。で、またその人が同時に、老人がいっぱい金を止め込んでますよね。で、短期貯金いっぱいしていて老人に金を使わさないといけないんですけど、岡田先生はどういうふうに考えてますか。この国には何千億円、何兆円っていう老人の短期貯金があって、それを使わせて吐き出させないと経済が活性化しないんですよ。どう思いますかって言われて、なんか僕カチンときてですね、カチンときたのはその言い方というよりはですね、考え方なんですよね。老人が金を貯め込んでるからそれを使わせなきゃいけないと言う人はいるんです。それを言うのは勝手です。ただそれを鵜呑みにしてですね、なんかイケシャーシャーというのは僕嫌いなんですね。なんでかって言ったら、老人っていうのは単独で老人であるんではなくて、その人には大体家族がおるはずなんですよ。もちろん縁のない老人もいますけど、大体の老人って家族全然おらへんことはないんですよ。その家族問題のはずなんですよ。老人の財産をどうするのか、その家族問題であるはずのおじいちゃんおばあちゃんのお金をどうするのかっていうのをすっ飛ばして、国とかがどうにかしてあいつらから吐き出させへんかったら経済が発展せえへん。この考え方嫌やな。うちの国っていうのは老い先がなんかこう不安で、お金ぐらいしかすがるものがなくて、タンスに貯金しているおじいちゃんおばあちゃんから金をどうやって盗むのかというか抜き出すのかというのを考えな、経済発展というのができへんやったら、俺経済発展せんでもええわというふうに思ってしまうんですね。まあ根が天の弱やから、そういうふうに思ってしまうんですよ。経済発展というのはあくまで幸せのためにあるのであって、その幸せというのは何かって言ったら、少なくともおじいちゃんおばあちゃんを騙して金を奪い取るというのが幸せな国家のはずがない。そんなことをやって、最初の話はやっぱ戻るんですけど、品性を下げてまで得た幸せっていうのはなんか悪い結果しかないっていうのは、なんとなく僕は昔話的な正義と悪というのを信じてますんで、それは良くないもんだろうというふうに思っちゃうんですよ。その おじさんにですね、いやなんか別におじいちゃんおばあちゃんから無理やり金取らんでも経済が回れへんでもかめへんやないですかって言ったんですね。でもそこで経済が回っていけへんかったら、国が活性化しない、経済が動けへんかったら、物が値段がなんかどんどん下がっていって、物が値段が下がっていったらええことになっちゃうから買えるやないか、みんなお金がなくなっていく、まあ、そんな感じ分かるから、あえて反論せえへんけど、そうですね、どうするんですかというふうに言われたんで、僕いきなりですね、ほんだらこうしたらええねんっていうのは、国民全員が脱税したらええん違いますかというふうに言ったんですね。僕らはだいたい自分の収入の半分ぐらいを国に税金として納めてるんですよ。一番少ない人で 8% ですから、消費税の分しか納めてないというのがあるんですけども、それ以外の人はだいたい自分の収入のですね、3割から半分ぐらいをですね、それも会社が儲けたら会社が儲けたお金の4割ぐらいを渡して、さらにそこから給料をもろたら、その給料の中から、半分近くをですね、いろんな形で国に納めてるわけですね。経済が活性化せえへんのは、別に僕らが日本国という国を大して必要としてへんのに、こんなに金を使いすぎてるからやというのが僕の考えなんですよ。だから国民全員が脱税すればいいだけでしょう。そんなに経済発展させたんだったら、国民全員が示し合わせて脱税したら、彼ら絶対摘発しようがないよ。それはもちろん何人かは見せしめのために捕まえて拷問にかけるなり死刑にするかも分からへんけども、国民全員が脱税したら何の抵抗もできへんと、あっという間に日本という国は潰れてしまうと。その時潰れる時に、多分国の人らはこんなやり方で日本政府が潰れたら、持っている日本円の価値はゼロにまで暴落していって、国際価値がなくなって困るのは皆さん方ですよというような嘘みたいなことを山ほど言うはずやけども、経済、貨幣というのには粘着性があるというのは、あらゆる経済学者が言ってるんですね。国債が暴落するとか、日本円が暴落するといっても、ゼロになることは絶対ないんですよ。ひょっとしたら一時的に、今100円ぐらい、ドルに比べて100円ぐらいの円が200円まで落ちてしまうことはありえるんですけども、200円まで落ちた円は必ず翌日に140円ぐらいに戻るんです、ね。これがその通貨の粘着性というやつで、僕らの世界というのは巨大な慣性ですね、弾み車が持っているような、それまでの勢いとか質量というのがあるから、絶対に劇的に変わったりせえへんのですよ。
なので特に経済は。だから国民全員が脱税してお金は全く払わないって、それを自分の無駄遣いとか生活費とかに当てたら経済は活性化するし、で無駄な国家公務員の数は劇的に減らされるし、ええことばっかりです。そんなに日本の経済が将来が心配なんやったら、今すぐみんなで脱税しようという政党を立ち上げて政治活動されたらいかがですかって言うたらですね、なんかすごい目で睨まれてしまってですね、その話を おしまいになってしまいましたというのが脱税についての話です。まあ割と普通のことを理屈っぽく話すんですけども、今北京オリンピックやってますよね。アスリートとか、あと成功した人、お金儲けた人、会社立ち上げた人、そういうふうな人、あと富裕層ですね、は褒めた方がいいです。これはあの僕からの忠告です。なんでかというと、基本的にそういう人たちの欠点を見つけて何か言うよりは、何も考えずにアスリートとか成功した人とか富裕層とかを褒めてる方が人から見たらいい人に見えるし、そういう人が身近にいると自分にも得になるからですね。アスリートとか成功者とか富裕層、それはちょっとしたアスリート、ちょっとした成功者、ちょっとした富裕層でもいいんですよ。そういう人がですね身近にいると自分たちは得になるんですよ。で、僕はあの21世紀の日本は東南アジア型の経済モデルになると思ってるんですね。どういうことかというと、成功者にぶら下がるのが当たり前であって健全という考え方です。僕ら日本はですね、その昭和の後半ですね、高度成長期からですね、昭和の時代いっぱい、あと平成の時代ほとんどいっぱいをですね、一人一人が独立して成功を目指すという経済モデルをずっと目指してきました。それは日本が経済的に右回りであって人口が増え続けている、いわゆる人口が増え続けることを人口ボーナスって言うんですけど、人口ボーナス期特有の現象なんですね。全てが右回りに上がっていくのでですね、一人一人が独立して成功を目指すというか行動で正しいんですよ。それは人口ボーナス期の発想なんですね。これからですね、50年ぐらいですね、毎年140万人が死んでいく人口ボーナス期に入ります。140万人が死んでいって、日本の人口がですね、どん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 70年がかりぐらいで半分ぐらいになる人口、これオーナスって言うんですけど、ボーナスに対してオーナス、このオーナスの時代はですね、偶然で成功する成功者にすがるべきなんです、頼るべきなんですよ。東南アジア型っていうのは、東南アジアではですね、例えば警察署とか役所とかに誰か家族一人入ったらですね、みんなすがるじゃないですか。親兄弟から親戚からみんなそいつにたかるんですよね。でよくあの昭和のバブル時代とかにですね、言われたのが、東南アジアの奥さんもらったら結局その奥さんの親戚とかが一斉に自分を頼ってきて、頼ってきてたまんないよとか、やってられないよというふうに言ったんですけども、そういうふうにこれからの日本はなっていくし、なるので僕は正しいと思ってるんですね。そういうのが実はアジア型の生き方に近いんですよ。成功というのはある種の偶然であって、その偶然を得た人はみんなですごいすごい、偉い偉い、お前すごいよというふうに褒めたたえながらそいつにぶら下がる生き方。もし日本がこれから人口がどんどん増えてきて経済的に発展するんだったら、こんな言い方しなくていいです。そうじゃなくて、かつて正しいと思われていた一人一人が独立して、一人一人が成功を目指して、若いうちにお金いっぱい貯めてリタイアしてっていう考え方で全くいいと思うんですけども、それは今の日本ではちょっと難しい。それはもう歴史的な巨大な感染力がついてるんですね。日本人っていうですね、1億3000万人から、まあ、これから減っていくにしろ1億人ぐらいの人口がですね、長年かけて作ってきた巨大な質量とその動きの方向という感染力がついてるので、こんなものを誰かの決心であまり変えれる余地がないんですよね。なので成功者にぶら下がるのが僕は健全だと思ってます。売れてる芸人に可愛がられるですね、売れてない後輩芸人ですね、こういう生き方で僕はね十分だと思います。さっき言った人口オーナス期、人口がどんどん減っていく時期には、成功者というのは自分の身近にも時々偶然で現れるんですね。会社をリストラされたのはみんな同じなんだけど、何人に一人か偶然でうまくいくんです。それはもう偶然としか言いようがない。本人に話を聞いてみたりしたら、なんか戦略があったように、血のりがあったように、こういうのがあって、こいつちゃんとしてるから、努力したから、頑張ったからというふうに見えるんですけども、そんなのもう見分けることできないんですよ。偶然と考えた方がいいと。親戚の子供が YouTuber としていきなり成功するということがザラに起こるんですね。そういうのですね、成功者というのは地域社会の資産なんですね。地域社会の資産として成功者を捉えた方がいいと。
みんなで褒めてたたえて、そいつの稼ぎのおこぼれをいただくですね。例えばもうなんか自分の町から成功者が出たら、みんなで褒めてたら、そいつはその町の中で飯を食うだろうし、町の中の服屋でブランド物も買いに行くでしょうけども、できるだけその町の中にいた方が心よいんだから、その町の中でお金を落とすじゃないですか。その方がね、正しいんですよね、戦略として。で、成功者を批判すると彼らは逃げ出しちゃうんですよ。で、地域社会の共同資産を失ってしまうわけですね。偶然現れる、ところどころに現れる成功者っていうのは、言っちゃえば石油掘ってなんか出てきた石油みたいなもん、温泉みたいなもんなんですよ。それをいかに地域社会のものにするのかっていうのは、彼らの居心地をいかに良くするのかにかかってるんですね。だから基本的にアスリートとか成功者とか土地の、まあ、スポーツ選手とかのことですね。アスリートっていうのはその場所で自分の地域で商売がうまくいった人、なんかいい学校に行けた人、基本的にお金持ってる人もそうなんですけど、基本的に褒めた方が安全です。それを批判すると嫌な人戦略になっちゃいますからね。あんまり批判すると彼ら逃げ出しちゃって、地域社会資産というのを失ってしまうわけで、これはもうもったいないんですよね。ご視聴ありがとうございました。皆さんは今の自民党、そしてこれからの政治に思うこと、あるいは期待することは何ですか？コメント欄に投稿をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。